ウクライナからの避難民が母国語で話し合う集いの場は、今日中村区の名古屋国際センターで開かれました。名古屋市に住む親類などを頼って避難してきたウクライナ人29人とその家族、合わせて47人が集まりました。まずは第一部として在留資格をテーマに名古屋出入国在留管理局の職員から 在留資格の変更方法の説明などがありました避難民は基本的に90日間の短期滞在の在留資格で入国しますが1年間の特定活動に変更すれば住民登録をした上で健康保険にも加入できるということですまた無償提供される市営住宅について光熱費はどうなるのかという質問に対して 無料で使えるようにする方針が示されましたこの後会場ではマスクや生理用品が支給されたり少しでも緊張を和らげてもらいたいとバス地下鉄の一日乗車券や名古屋城、名古屋港水族館それに東山動植物園の入場券も配られましたこういう時はお,たお助けするか応援せないかんでねまあ名古屋来て喜んでもらうようにしてやですわね うん名古屋の人はけやなと思ってもらえるようにしてやですわ。名古屋市ではこれまでに避難民を支援するおよそ250万円の募金が集まっていて、川村市長はこの募金を財源にして愛知県内在住の避難民に一人10万円を支給する方針を示しました。名古屋市からえっとその応援とかそしてえっとお手伝いとかそれを見ながら。 本当に私たちの存在を認めるってありがとうっていう気持ちになりますつまり心から、えっと、感謝いたしますって表したいです次回の集いの場のテーマや日時は今日の懇談会で出た意見を受けて決定するということです